よし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 。で、ステラが回復が欲しいので、ユシオンの横に置いとくか。で、イレースで、余波飛ばす。余波飛ばす。で、ケビンで、なんなら余波救出でいいか。で、待機と。で、ここのカラスどうするかやけど、まあ、ライトぶち込んで、あとは流れで。あとは流れで、よろしくお願いしますよ。あ、祈りなさい。さあ、あー、溶けたね。もう、なんかもう、溶けたなっていう溶け方しましたよね。もう、とんでもねえオーバーキルをしたんですけども、倒してしまう。で、コインチェック、コインチェック、コインチェックですよね。で、ね、シノンが、ここに待機してるんで、まあ特にあとはどうにもなんないんで、終了かな。で、カラスがアイクに突っ込んでくる。まあただ一人で突っ込んできたところで、どうということはないので、ここはバッサリと切り捨てましょうか。で、ただ追撃がやっぱ早いんで、取れないが、さあ、ああ、いいね、速さが伸びたぞ。これでどんどん追撃の可能性が、まああと1あればカラスに追撃が取れるんで、で、あ、そう、回復ね、回復、実質あの削り削り感覚でリシオンさんがこれなんぼ回復すんねやろな。なんかっていうかジルのドラゴン赤に変わってる。なんか敵みたいなデザインになったんですけど、イエーイってしますか。ただただリシオン、リシオン茶は今、ルシオンこっか。ルシオンこんだけか。ルシオンは、ここ、下ろす。ケビン前に出る。ルシオンで、茶は、これステラ。ルシオンで、あ、ちょっと待って。あ、届くね。踊る。ヨハを呼び覚ます。で、ヨハ回復しときたいな、これ。なんかね、なんかハッとする瞬間があるかもしれないんで、でヨファここまで来る。撃ち落とすかあいつ。撃っちゃう撃っちゃう。まあとどめはさせないけども、いい削りしますよ。よし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 。で削る。でミストでリライブかな。ミストリライブもったいない。まあもっ言うてでもこっちはキルロイでぶっ放しちゃうんで、まあ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 。でそこのカラスの位置が開くのでアイクを移動させたいが、まずはねアイクで釣ってからが、あーで速さが美味しいね。で守備もやっぱ美味しいね。なんか欲しいところがサクッと登ってもらったような。まあ魔力はなんかほっといても乾燥しそうなんで、まあまあまあ、あの速さが美味しいよ。でミストで、ミストで杖リライブ回復 OK で、まあ勇者の弓子とシノンさんをそろそろ釣りますか。ヨファの用意はできたね。でうん、まあちょっと待って、まあ大丈夫か。19っすもんね。19っすよ。19、そんなんでそんなんでアイクは認めねえなんて言えるんすか。シノンさんね、そろそろちょっとアイクの力を分からせてやる時が来たようですね。なんでそこのサンダーはどうせシノンと一緒に突っ込んでくるんやろうなっていう感じがするんで、ちょっとね、ちなみにマーシャでシノン狙った場合どうなる。さすがに死ぬか、さすがに死ぬな。だったらまあまあまあこの範囲だけ気をつけて、ここで手槍持って待機で、ホルカさんどうしようかな。ホルカさんも前出しとく。うん、なんかな、なんかな。なんかね。まあ、この辺でいっか。
で、あとはもう後ろの人たち前に来てもらいましょうかね。よし、で背中をね押してあげるよ押してあげる、かっこ突き飛ばしみたいなところですけど、これで開いてたね。 OK、 さあ来たねシノン。さあ、あー勇者の弓かっこいいなやっぱりな、てめえとはいつかこうなる気がしてたぜアイク。シノン行くぜ。あどうなるってダメージが全く通らない気がしてたってで、おっと、そっち来んの、そっち来んの。はあ、じゃあちょっと待てよ、キルロイって話しかけれんの、話せんねや。ちなみにキルロイで殴った場合は、あーとんでもねえダメージ入るね。でシノンはハイクで、まあ鋼の剣でワンパンなんすよね。やったらみんな話聞きましょうか、せっかくなんでね。話す。シノン、どうしてデイングにいるの。なんか BGM 消えたけど、ちお前らには関係ないだろ。ああれか、話しかけてるからちょっと音小さいんか。そんな、どうしよう、仲間だったとし、仲間だったシノンと戦えるわけないじゃない。甘いこと言ってんじゃねえよ。傭兵ってのは元来そういう家業だ。今のお前と俺たちは、いや今のお前と俺は敵同士、やるなやるでさっさと始めようぜ。いやーそんな挑発していいんすか。ミストに八つ咲きにされますよあなたあのなんかてん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 っていうのは、あやべえって思ったんすかねこれやだ、やっぱり戦えない。ち、じゃあどうすんだよ。グレイル傭兵団に戻って。はあそれがダメならクリミア軍に雇われて、お願い。ふざけんじゃねえ、どっちにしてもアイクが頭やってんじゃねえか。あそれがやっぱ納得いかないと。まあね、もともと団長、まあ、グレイル団長にね、あの腕っぷしに惚れてグレイル傭兵団には所属していたけども、それがねなんかもうね、あのただ息子だからといって、まあアイクがね団長になってしまって、まあ納得していない状態と、今はそういうわけですよね。何があろうと俺が奴の下につくことはね、昔の惜しみで今回だけは見逃してやるから、崖はとっとと戦場から消えな。シノン、俺に泣き落としは聞かねえぞ。いいか、誰が来ても一緒だからな、誰が来ても、誰が来ても一緒だけどなあの強調しますけど、誰が来ても一緒。ヨハでも、ああじゃあな、次に近くで見かけたら遠慮なくやるからな。あーで、まあ殴るしかないよねあこれちょっと待って、必殺のパーセント見てなかった。大丈夫やね、もうやめてよシノン、もうやめてよシノン、かっこ自分からぶん殴りながらみたいななんで仲間同士で戦いなんて、こんなのひどすぎるよ。戦いってのな、こういうもんだ。戦場に出てきたからには泣き言は通用しねえ、覚えとけよ。あーかわいそうシノン、あーかわいそうボコボコ、あーで経験値おいしい。でどこまで下げる、フォルカ邪魔フォルカ邪魔、じゃあここでいいや。で今度キルロイで話すね、アイクで話せんの。そういえば、あ話せない話せない、体当たりはできる話せないけど体当たりはできる。じゃあここキルロイで今度話しましょうかね。殴ったら死ぬもんね、だから慎重に話すよ話すよ。よし、シノン、キルロイか、ちめんどくせえやつに会っちまったぜ。よかった帰ってきてくれたんだねもうあの仲間になったと、そうあのキルロイが思ってしまってるんですけども、出て行ったって聞いた時はどうしようかと思ったけど、おいキルロイ何に寝ぼけてやがる。俺はなデインに雇われてんだぜ、クリミア側のお前らは敵なんだよ。え、そんなまさか、考えもしなかったって面だな。まったくお人よしもそこまで行くとただの間抜けだぜ。シノン嘘だろ、君はそんなことばかり言うけど、でも本当は
お前がお人よしなのは今に始まったことじゃねえか。他人までみんなそうだとは思わねえこったな。俺はかつての仲間だろうがなんだろうが、金になるなら喜んで始末するさ。シノン、もしかして僕たちに何か言えない事情があるのか。誰かをかばっているとか、大切な人を人質にされていてそれで仕方なくとか。ねえよそんな事情は。お前は俺を買いかぶりすぎだ。さっさと失せなきるろい。もたもたしてるとシノンから消すぜいやーもうシノンから消すぜってダメですよねこれ。あでもあれか、勇者の弓持ってるから2発ぶち込まれても耐えるね耐えるね耐えるね。じゃあまあ余波で話すか。シノン、シノンさん、余波、やっぱりシノンさんだ。一丁前に弓構えた格好が様になってんじゃねえかあそこはなんかあれっすね、なんか優しいですねそうえへへ。お前は昔から筋が良かった。俺の言った通りだったろ。鍛え方を考えれば二人の兄貴どもより伸びるってな。先生が良かったからだよ。そりゃそうだ。お前そのことを他のやつにバラしてねえだろうな。うん、言ってない。僕約束はちゃんと守るよ。そっか、偉いぞ。えへ、ねえシノンさん。なんだ。シノンさんは敵？あ、う、泣くな。こういうこともあるって教えてやったこと忘れたのか。で、だってひっく、さて指定対決といくかさあそこに水を差すアイク。まあしょうがないよねこれは。うん、で鉄の剣で 100% やけど、こいつらはショートスピアか。ちょっと待てよ、なかなか厄介ね。後ろの方が怖いんですよね、どっちかっていうと。だったらただサンダーも、あでもそっか、サンダーなんですよね。大したことないならば大したことないので、ここはもうとっととやってしまって、でキルロイがもし狙われた場合、ただ追撃は受けないんですよね。だから16ダメージとノーダメージなんで、まあ誰が集中砲火されてもヨファ大丈夫。ヨファは11ダメージと魔法ないんよね。11ダメージと9ダメージ大丈夫ね。20やから耐えるんで、さあその勇者の剣を、じゃあ勇者の槍を、勇者の弓をいただきましょうか。っていうか何気に2発ぶつけてくれて、ようやってくれたなこのぐ動くな、傷口が広がる。何のつもりだ、早くやれまあ今回は見逃してやるよと。で経験値美味しいです。で勇者の弓ゲット美味しいです。あーいいねシノンよりも勇者の弓が美味しいんですけど、でこいつは早めにやっちゃうかね。なんか盗めるもんってないよね。傷薬ぐらいか。で影の書は落とす。でラグズランスを持っているけども、まあこいつは別に怖くないので、であとは特になんかやべえのぶっぱなってくるやつもいないんで、うん、まあそうっすね、こいつだけとりあえず先にやってしまいましょうか。さあその影の書くださいください。あーちょっと痛いまあただ痒い程度ですよ。必殺でオーバーキルで沈んでもらいましょう。よし、で賢者なんで経験値もまあ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 ちょびっとねいただいて、影の書いただく。でマーシャはまあ特になんか怖い要素もないんで、この辺で壁やってもらいますか。で後ろの面々も合流できますけど、ネフェニー前に出す。でよしよしよし、みんな前に来てもらって、
ケビンな、ちょっと減ってるからな。ケビンそろそろ前に出すか。大丈夫、魔法が怖い、魔法が怖い。あ、でも威力全然低い。こいつ動くんかな。それだけがちょっと心配なんですけど、まあまあまあ、どっちにしろ蹴散らすことに変わりはないので。だったらそこね、 OK。 待機、テニフェニーも回復できるし、ここで踊りましょうか。よし。で、ねえ、手をの持って前に踊り出るかな。で、いいような気がする。で、ラグズランス。何気に威力高い。何気に威力高い。ちょっと待って。単純に一発が重いが、ただまあ、特攻を受けなければ大丈夫でしょう。これで、手を持って待機。多分アイク狙われると思うんですけど、まあ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 。で、前出れる分には前出てしまって、で、フォルカはね、大事な仕事があるんで、そこかな。宝箱に届きさえすれば、まあどうということはないんで、ここで待機。で、まあジルさんも前来てもらおうか。OK。で、相手ターンと。なあ、マーシャ狙ってくる。まあダメージが、通りが良かったのかな。まあ、ショートスピアを投げるけど、ちょっと痛いね。ちょっと痛いけど、まあ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 。さすがにね、こっちも上級職なんで、耐久は結構あるんで。で、しれっと、なんか見つめ合ってるけど、ネフェニーさん回復多いし。で、ケビンでぶったたきたいけど、ぶったたいてやりてえけど、セネリオで、そっちのラグズランス狙えるならば、マーシャこっち回ってくる。回ってきて、で、ウィンドの範囲がそこ。で、こいつ何？手やりか。まあでも威力17ですよね。どうということはないので、ケビンで、手を使って前に出すかな。で、手やりだけ釣っちゃうか。うん。なので、ちょっと待てよ。こいつらでもあれっすよね。ああ、まあでもキルロいるからどうとでもなるので。じゃあ、ケビンで、まずは、テオノをぶん投げる。で、まあ、鉢削れれば美味しいねぐらいの。ラグズランス結構まがまがしいデザインしてますね。まあなんか、強い槍だなっていうオーラをまとってるんですけども、まあ経験値いただいて、で、ここかな。ちょっと待てよ。こいつも同じ範囲か。1、2、3、4、5、6。あー、まあまあまあ、ここで手斧で受ければいいかな。で、二人連れ。ちょっと待って。あー、大丈夫ね。一瞬、嫌な予感がしたんですけど、まあでも、魔力13ですよね。まあ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 。まだ大丈夫かな。で、今度は、イレースは届かないか。イレース届かないので、セネチャまで、サンダー2発ぶち込む。さあ、いい削りを期待しますよ。なんなら、連続必殺出してくれてもいいんですけど、さすがにそうはいかない。で、削る経験値おいしい。で、どうしよっかな。どうしよっかな。イレースでとどめさすか。だから、マーシャの場所に行けるようにしたらいいんですよね。で、こいつはもう、キルロイでぶち抜くか。まあ、アーマー2体なんで、単純になんかもう、ね、その近接武器でぶん殴ってても、拉致が開かないんで、まあ、ここは、キルロイに祈りを届けてしまって、で、まあ、経験値は、ちょっと期待できないんで、まあ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 、あ、でも結構入りますね。いただいて。で、マーシャの位置にイレースがいればとどめさせるけど、ヨファってちなみにどんぐらい入る？あー、ちょっと削れるんか。
いや硬いなあ、まあやっぱり。じゃあジェネラルがこいつ上級か。じゃあまあ納得の硬さなんですけど、盗む盗む盗む、ちょっと待って、盗む、何、あ、ないよねないよね。じゃあ、まあ、ここはホルカさんはとりあえず宝のアサリをしてもらって、サイレス、あ、サイレスいいね敵の魔法を封じる、この辺とかかけてしまったらもう手も足も出ないんだろうなって感じなんですけど、で、ヨファの位置に、ヨファの一歩前に出てれば最高度が通るんで、ヨファ前に出して、でも上級職なんですよね彼。上級職やったらなんかチクチクしてたら美味しくね、美味しくね、どう、そんなことない、そんなことないですか。あー、トン内ね、トン内ならばね、ここヨハで鋼の湯にぶち込んでしまいましょうか。よし、でまあ残り6ですよね。でまあ命中は100なんで、おーっと張り切っている、残り2なんですよね。じゃあもう最高度で、まあ、何浴びせても倒せるはずなんで、イレス動かす。え、キルロイ回復しとかないとちょっと多分なんかうっかりでやっちゃいそうな感じがするんで、キルロイはまあ回復するにして、どうしようかな、サンダーぶち込みましょうか。まあイレスさんは正当な雷魔導士なんで、どん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 サンダーの、ね、経験を積んでもらって、まあそこラグズランスには膝をね折ってもらって、経験値多いし、まあさすが上級職ですね。で伸びが、おっと、まあでも守備は美味しいですね。ただ火力が、まあ速さ、うん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 っていう感じの速さなんですけど、マーシャはどうしよっかな。リュシオンの横にひっつけて自然回復するか。でミストでキルロイライブ、まあライブでこと足りるならばライブで回復しちゃいましょう。で、次奥の槍兵が突っ込んでくるけど、ケビンでまあ受けるにして、それ以外はまあジルさん前出して、そうですね、まあ死にてえやつはかかってこいとそういう面持ちでジルさん前に出すかね。いやケビン強っ、ちょっと待って、クラスチェンジなしでこの強さ、なんかやっぱ有望っすね彼は。まあ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 ケビンが強いのはもうそういうね、もうそういうもんだというところではあるので、でネフェニーが絶妙な立ち位置、絶妙な立ち位置、リュシオン前に出すかアイクの位置が微妙やけど、まあここで回復もらいましょう。で動いてくる、まあ手槍ですよね、なんで手斧でしっかりとここは対処して、痛くないね、硬いね、ただもう一丁あるよ、 OK で相手は痛そうで、経験値がまあまあまあちょびっと入って、で鋼槍も突っ込んでくる、反撃で、ただそんなものでこのケビンさんとやり合おうってのかさあもうすぐ楽にしてやるぜ。で、あっと近づいてきたらナイトが突っ込んできて、カラスまでおかわり来た、マジか。でケビン、ケビンちゃんはリュシオンで自然回復する。